ちは。こんにちは。どうも。ちょっと今メイクしてます。こんにちは。あつもの方ありがとう。こんにちは。よいしょ。どうもどうも。こんにちは。こんにちは。今日いい天気？今日は？今日雨だったもんね。初詣の方ありがとう。こんにちは、どうも。お腹すいた。ラジオ配信今日も。いいよ。こんにちは。どうも。100キラ完了です。ありがとう。ありがとうございます。いつもの方ありがとう。昨日よく寝れた。昨日めっちゃ寝た。めっちゃ寝た。昨日星投げたら終わってた。すいません。ありがとうね、来てくれて、星投げてくれてありがとうございます。こんにちは。無事に配信が始まって一安心。一安心。来てくれてありがとう。よいしょ。スピンも見たい。スピンでよく配信してる私。ちょっと今日はラジオ配信だけど。初詣の方ありがとう。こんにちは。朝配信、いや昼だよ、昼だよ。いや朝なんて言ってないよ私。配信午前中って言った。もしかしたら朝みたいな。午前中こんな時間になっちゃった。いろいろ準備してたら今日この1回だけの予定です。夜ちょっとできるか分かんない。以上。初見です。初見さんコメントありがとう。どうも。うん、フォローもありがとうございます。ありがとう。昨日配信後に出かけたの、傘壊れなかった。傘大丈夫だった、なんとか。風も強かったし、昨日雨も降ってたし、でも傘は大丈夫だった。こんにちは。飛ばされてないよ昨日。そんな軽くない。飛ばされるほど、飛ばされるほど軽いってやばくない。あつもの方ありがとう。こんにちは。どうも。二度目の方もありがとうございます。今日は天気ね、いいみたい。飛び散ったって、何飛び散ったって。何飛び散ったって。よいしょ。ね、昨日風強かった、めっちゃ。今日も風強いの？あ、そう。こんにちは、どうも。どうもどうも。あとも天使だからワンチャン飛べそう。飛べないよ。無理よ。人間じゃないよ、もう。そしたら。よいしょ。今日最高で、あ、25度？あったかいね、今日。暑いか。日差し強いの？大丈夫。しっかり日焼け止め塗った、今。こんにちは。初詣の方ありがとう。どうも。お昼何食べる？私も何食べる？お昼？こんにちは。
松尾の方、2度目の方、ありがとう。こんにちは。そこ何メートルで京子ちゃんが飛ばされるか今度実験してみよう。怖すぎ。怖やだよそんな実験。今メイク中。ポンジ。初音の方、2度目の方、ありがとう。こんにちは。どうも。今日は配信30分ぐらいの予定です。11時半までかな。27分になったら教えて。今日もちょっと時間がわからない。多分飛んだら距離ですよ。飛距離ですよ。飛ばないから。飛ばない。こんにちは、どうも。やっほー。こんにちは、初見さん、コメントありがとう。こんにちは。まだ3キープで、ね、週末大逆襲、大逆襲。起こせるように頑張ろう。週末は普通にいつもぐらいで配信する予定です。こんにちは。勤務中に次キラ100だけど、ありがとう、ありがとうございます。みんなこの時間忙しいよね。ありがとうございます。お仕事中の人を素直にありがとう。夏山の方、2度目の方、ありがとう。いつの日か動いてる方を見るの楽しみにしています。長いじゃない、ね、いいだった。ゆめちゃん、今違いい一日を。バイ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 。週末はちゃんとなんていうの、ラジオじゃなくて普通に配信する予定なんで。お疲れ様です。お疲れ様。どうも。いい感じかな。メイク仕事今サボってきてる。大丈夫？仕事中の人多いよね。ありがとう、来てくれて。よいしょ。今日休み？あ、ちょうどよかったじゃん。昨日もカメラはやる大丈夫ですが、私はズブレになりました。大丈夫だった？私は大丈夫だった。昨日ね、でも雨も強かったから。初音の方、2度目の方、ありがとう。こんにちは、どうも。働いたら負けだと思ってるんで。大丈夫なの？触ってて怒られない？会社の会議室に立てこもってる。誰か来たら終わるやつだそれ。休み一日をお休みの方もいた。他にも初音の方、ありがとう。こんにちは。初見です。違うでしょ、違うでしょ。よいしょ。手が来たら不況。できる？何してるんですか？って言われちゃう。よいしょ。松山の方、ありがとう。こんにちは。ちょっと触ってみたら見つかって怒られた京子ちゃんのせい。怖すぎ。やめてよ。松山の方、ありがとう。こんにちは。初見です。違います。京子ちゃんの配信、いろんな京子ちゃんの配信見てます。無理だよ。リモートワークで家で仕事してるからサボっても終われない。あ、それ最強だな。仕事より大事？配信の方が。仕事も大事よ。こんにちは、初音の方、ありがとう。今日またイトメンバーが友達なのでお見送りしてきます。ゆりなちゃんか。
ね、KLP だっけ、大変そう。著者のせいではない、そうじゃない、ちょっと自己責任で本日はライブは、そう、昨日からちょっとスマホでラジオ配信した時をこれにしようと思って、高そうってかもう暑そうぐらいだけどマルシー行ったことない、海外は韓国しか行ったことないな、他は行ったことないです。私マレーシアって何があるってこと、カナヤマこんにちは、どうも、働き方改革、お仕事の方大事、俺だよ、会議室を隠すの誰も入ってこないよってそれなら大丈夫か、こんにちは、どうも、カーラランプール、何があるんだ、カーラランプール、初めの方ありがとう、なんとかツインタワーってのがありそう、ありそうってありそう、わかんないの予想、友の方ありがとう、予想も似ても考えずに行けるとしたらどこの国行ってみたい、どこがいいかな、予想も似ても考えずに、でも韓国行きたいかななんかあの好きな食べ物いっぱい食べたい、うん、バッグとかいっぱい買ってってしたいな。こんにちは、初見さんコメントありがとう、初詣の方2度目の方ありがとうございます、こんにちは、いつでも行け、まあそうだけどさ、割と近いけど韓国、どこがいいのかな、食べ物が美味しいか、え、それはそうよ、それはそう、好きそうな国に行きたいよ、私が好きそうな食べ物、私が好きそうな食べ物がいっぱいある国がいいな、食べ物って大事じゃない、この国の食べ物苦手だったらちょっと大変そう、あとクジョガプールのやつとか見たことない、マレーシア、クジョガプールのやつわかんない、うん、メイクチュ、よいしょ、いつもの方ありがとう、こんにちは、パウダー塗れたかな、そう、食べ物、旅行でさ食べ物ってめちゃくちゃ大事じゃない、私一番ぐらい大事なんだけど食べ物これ、食べ物大事だよ、食べ物が一番ぐらい、今日はラッパーっぽくない、パンクラッパーっぽい、いつものラジオ配信の背景、はじめましてコメントありがとう、初見さんはじめまして、食べるの寝る目的そこみたいな、でしょでしょ、なんかめっちゃアバター増えてる、なんかあるけど12ぐらい多分あるはず、増えました、よかったら使ってください2度目の方ありがとう、ここで食べ物はめちゃくちゃ大事だよね、そうだよね、もうメインみたいなとこあるから食べ物が、食べ物と寝ると家で世界の料理を覚えした方が、まあ確かに確かに、でもそこの有名なやつとか食べたいじゃん、初めまして、違うでしょ中二、何が中二、中二、何、とりあえず韓国行きたい、一回だけ行ったことあるけどまた行きたいな、めっちゃ楽しかったその時、今度屋台なんかいっぱい食べたい、屋台で、前回は行った時は屋台でおでんとホットクだっけ
べた。めっちゃ美味しかったそれ。また屋台でもそんな行ってないから、次行ったら屋台いっぱい行きたいな。韓国のとんかつ食べるの飛行機乗ったことあるし、お好み焼き食べるために新幹線乗ったこともある。すごいな、とんかつ。でもあと、とんかつ飛行機、なんかその食べ物目当てで飛行機ないけど、いいねそれも。楽しそう。本場の味いいよね。そうだよ、そう。だから宮崎も行きたいんだよね。宮崎は私、あの辛麺とチキン南蛮が食べたくて。で、あと九州で唯一行ったことない県だから、制覇した。九州制覇。初詣の方、2度目の方、ありがとう。こんにちは。どうも。宮崎。辛麺と、あの、チキン生。辛麺はどこの店が有名なのかわかんないけどさ、チキン南蛮は小倉だよね。行きたいなぁ。宮崎は高千穂ばっかり。あれだっけ、あの、牛乳とかだっけ。え、あるよね、カフェオレ売ってるよね、そこだっけ、あの美味しいカフェオレ。それお前何、そう行ったことないの。宮崎理科のこと。宮崎大分だからさ、隣なんだけど、宮崎は行ったことないですね。でもなんか隣でもさ、熊本とかも隣じゃん。で、熊本も今まで、3回ぐらいしか行ったことない。修学旅行で、小学校の時の修学旅行九州だったから、修学旅行が佐賀、長崎、熊本で行ったのと、熊本行ったのと、で、あと熊本ツアーと、あと去年、ひなこと熊本旅行行って、波動旅行で。それぐらいかな。うん、2位だ。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。みんなありがとう、ありがとうございます。やだ。初アマンの方、2度目の方、ありがとう。だからさ、割とさ、隣の県でもあんま行かないんだよね。福岡もさ、あんま行かなくて。福岡はなんかその新幹線の乗り換えとかで行ってた。だからなんかさ、通過点、ただのこう福岡になんか遊びに行くとかほぼないですね、行ったこと。配信時間計2時間も満たないのに、あ、確かに2時間も満たない。あんまりできてない。でもありがとうございますね、たくさん。みんなありがとう。初詣の方、ありがとう。小倉、川方で乗り換えじゃん、新幹線だから。もう通過って、あんま福岡行かないんだよね。そうだから、あんま行ったり入んないじゃん。乗り換えだったらあんまり行かない。つかてかっこいい。何もかっこよくないよ。宮崎といえばチキン生だよね、有名だよね、チキン生の辛麺。私の好きなやつ。よいしょ。頭の方、ありがとう。宮崎毎年仕事、あ、仕事で行ってるの、いいな。私も宮崎行きたいよ。免許取ったら高速道路で九州ぐるっと回れる。え、免許持ってる、私持ってる、持ってる、持ってるけど車運転しないんだよね。もうやばい、ペーパーになっちゃう。もうペーパーかな、最後に運転したの1年ぐらい前な気がする。ああ、もう運転怖いよ今するの。一応持ってるんだけど、免許はさ、早く欲しくてすぐ取った、18歳になって。でも全然乗ってない。
仕事で毎日お隣の県に行ってます。あ、そうなの？毎日か、大変だね。それはそれで。こんにちは、とも初音の方ありがとう。こんにちは。こういった人と薄木くらいしか行ったことがない。薄木私ないかも、行ったことあったっけな。人はあるけど、人はちょっと前にね、ちょっと前、去年かな、あの進撃の巨人のさ、ちょっと巡ったミュージアムとかダムとか、あと進撃の巨人コラボのうどん屋さんとか行った。にあるんだよね、進撃の巨人のやつが。こんにちは、どうも初音の方、2度目の方ありがとう。最近で岩垣祭り、え、何その最高の祭りめっちゃ最高じゃない、岩垣。行きたいけど行けない気がするな。私が撮りたいメイク道具、これじゃないの？あった。初音の方、2度目の方ありがとう。人の道の駅、あった道の駅だっけ、ミュージアム、あ、ミュージアム、道の駅、ちょっとよくわかんない忘れちゃった。お父さんに連れてってもらった。あ、8月末までやってるの、最近で。いいね、岩垣祭り、え、最高じゃん、その祭り。こんにちは、どうも。来たは壁の中、何、壁の中、あ、進撃の巨人？ダムがね、ウォールマリアみたいで、銅像とかも置いてあるんだよね。そう、九州の時、ここのトダンサーさ、ここの山、なんていうのかな、登らせて、一時期置いた嫌いでした今は嫌いじゃないけど。あ、23分、え、そんな経った早っ。ん、え、じゃあ27分にランキング3分前、ありがとう教えてくれて。え、私まだ10分ぐらいしか経ってない気がするんだけど、93かむずいな。え、もうそんな経ったの、もうメイク終わったの。全然終わってない。今眉毛全然終わってないよ。終わんないと思ってた、配信で。よいしょよいしょ、ちょっと今集中。よいしょ、お腹空いた。朝ごはん食べてないもの、お腹すきました。よいしょ、27分で23分かと思ってた。教えてくれてありがとうね薄化粧の方が好き。いや、でもメイクゆっくりしたいんだもん、そんな急いでやりたくないご飯ちゃんと食べる後でお腹すいた。何食べよう、まだ決めてない。初音の方、2度目の方ありがとう。杉の井ホテル行ってから置いた。あ、杉の井ホテル、杉の井ホテルは泊まったことないな杉の井、ここの町はここの町で外国ね、わかる、そう、漢字が一緒じゃん、漢字が一緒で読み方違うってさね、
やめてほしいよね、それ。九十九の絵って。一緒じゃん。漢字一緒だから、わかんなくなる。どっちかわかんない。九十か九の絵か。ねえ、もうお昼だね。お腹すいたよ。グミ買ってたからグミ食べようかな。いつもの方ありがとう。九条町もあるの？なんかさ、難かなんか読み方がさ、ちょっとややこしいさ、やつ多くない？地名神奈川とか書かれてる。あ、27分ありがとう。じゃあそろそろランキングもかな。13位、抽選会あります。13位ベビースターさん、ありがとうございます。12位スペースランナウェイさん、ありがとうございます。11位ケンセイマキシさん、ありがとうございます。10位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。9位アルさん、ありがとうございます。8位ヤマケンさん、ありがとうございます。7位メルキュールさん、ありがとうございます。6位キッシーさん、ありがとうございます。5位ティンさん、ありがとうございます。4位おまめさん、ありがとうございます。3位ダブルリュウセさん、ありがとうございます。2位フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がアンミンコロさん、ヤスさん。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。よいしょ。ありがとうございました。ちょっと夜は多分できないと思うんだけど、ちょっと明日の配信はね、できるか微妙でわからない。明日木曜でしょ。金土日はきっとできるはずなんで、いつもぐらいそこでいっぱいします。仕事に戻るんでイベント頑張ってる。ありがとう、ありがとう。にもにありがとうございます。ありがとうね。あんまできてないのにいる。ありがとうございます。ありがとう、みんな見に来てくれて。福岡の中日ドラゴンズの応援行きます。いいね。お出かけ楽しそう。無理せず、ありがとう、ありがとうね、みんな優しい。ありがとうございます。二度目の方もありがとう。カレーを与えます。結構なくなった。でも足したって言ってたのか、カレー。初詣の方、二度目の方もありがとう。30分になったら誰か教えて。時間がわからない。自分の名字は父の名字がたくさんだよね。京子さんの母の名字よくある名字。私のお母さんもよくある名字だよ。あ、もうは？ありがとう。ありがとうね、教えてくれて。じゃあそろそろ終わろうかな。じゃあまた、じゃあ明日できるかわかんないから、明後日になっちゃうかもだけど、ありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。ありがとうございました。またね。お仕事。